はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、皆さんこちらをご覧くださいませ。はい、おトレンさん、ついに鬼滅の刃モッド、まあアップデート来ましたかと。違うんです。はい、こちらですね、バット犬モッド、あのね、多分僕の実況を結構見てくださってる方だったらわかると思うんですけど、初めね、まあ今僕ずっと鬼滅の刃モッドを使って、まああの、いろいろやってると思うんですよ。で、今後ちょっとはね、あの、またシリーズ、途中になってるシリーズ、鬼滅の刃シリーズやっていこうと思いますので、そちらもちょっと見ていただきたいんですけど、初めて僕が鬼滅の刃モッドっていうのを出した時に、あの、バット系モッドを使ったんですよ。あの、本来ね。で、その後にしばらく経ってから鬼滅の刃っていう、あの、正式なモッドが出てきて、そのモッド使ってたんですけど、この、バット系モッドなんですけど、前僕が使ったのは 1.12.2 なんですよ。で、今回 1.14.4 ということで、鬼滅の刃のキャラクターと、この抜刀剣で戦うことができると。はい。ということは、まあ、どういうことかというと、どっちが強いのか。はい。抜刀剣モッドなのか、鬼滅の刃のキャラクターなのか。はい。で、ちょっとね、触ってみて、ですね、1.12.2 より変わってしまったというか、僕の扱い方が悪いのかわかんないんですけど、なんとね、溜め攻撃をしてもですね、いきますよ。はい。なんかこんな感じで、なんかそんなに強くないんですよね。溜めて、で、攻撃するんですが、なんか闇の攻撃みたいな感じになっちゃって、なんか、なんだろうな、ちょっとわかんないんです。ちょっとあまりもしかしたら戦えないかもしれないんですけど、でも攻撃自体は強いので、敵モブに対する攻撃は、こういう感じで強いんですよ。本当に。だからちょっとこれで戦ってみようかなと。で、さらに、鞘に収めるっていうね。だから、これをやった後に 1.12.2 の方の抜刀剣モッドで、ちょっといろいろ試してみたいなと思います。はい。ということで、じゃあまずは、早速じゃあやっていきましょうか。ですね。なんだこれ。なんかいろんな多分モッドを僕使ってるから。どれがどれかわかんなくなるんですけど、まず、炭治郎。はい。炭治郎と、まあ、いつものように、いやちょっと待って、ねずこちゃんは、まあ、この 3人で。まず柱以外で行きましょう。はい。で、行きたいと思います。じゃあ、サバイバルモードに切り替えて、多分負けること、いや、あるか、全然、装備どうしよう。さすがに装備つけていいですか？金色。これでいいんじゃない？もうこれで行きます。はい。こんぐらいの、ちょっと防具ぐらいで。はい、行きたいと思います。ということで、違う、間違えた。ちょっと待ってくださいね。ゲームを、ゲームもある。サバイバー。さあ、行きます。おい、まず出す。で、こっからですよ。行きますよ。先制攻撃すべっか？先制攻撃。当たらない！行くか！はい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 ！よし！どうだ？あ、走れない！あ、危ない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 ！いいぞ！これかなりいいぞ！はい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 、よー強い倒した。でもこれ、走れはする、あ、一応走れるね。勝った勝った。じゃあ次、伊之助いきます。伊之助は速いからな、スピード。いきますよ。まあ、最初はちょっと、一発にしておきましょう。じゃあいきます。ちょ、待てよ。さあ来いよ。スタートだ。はい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 、危ねえ、くくく、危ねえ危ねえ、一発の攻撃が高い。うわっ、よし、いいぞ、強い、抜刀剣強い。はい、よーし、この連続攻撃が強いが、強いがや。待って、じゃあ次、全然いきます。はい。これもうゴリ押していいんじゃないか。一発目ちょっと木刀にして、で、来るでしょ、来い。レキレキ一斉、いった、やばいやばい、ちょ待って、ちょ、やばい、なに、まあ、まずいまずい、危ない危ない危ない、ちょ待って、逃げて逃げて逃げて、あっぶね、どちらが抜刀か決めようではないか。危ない、くっ、あ、危ない、いけ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 、よっしゃーしゃあ、オッケー、抜刀剣強い。てか多分この武器が強いんだろうね。いやでもそれでも攻撃力7だから、いやいいね。じゃあ次は、あれ、これもしかしてなんかもっと、なにこれ、かっこいい。え、回収、あ、回収できた。え、かっこよすぎない？いくよ、しょん。え、かっこいい、なにこれ、やば、はい、はい、かっこよすぎない？
こういう捨て方できるんだ。じゃあということで、クリエイティブモードいきましょうかにして、ちょっとまあご飯とかちょっとまず食べたいので、まあパンを用意させて、私はもうパン派なんでね、はい、パンを用意させていただきまして、じゃあ今度はいきましょう。柱ですね、柱のおそらく煉獄さんと、あとねこちら義勇さんが強いと思う。で忍さん、呼吸使える子全員ちょっと使いましょうか。はい、ということで、あとは無一郎くん、はい、いくぞ。いやまだちょっと体力マックスになってないけど、いけるか、いこう、いきます。先制攻撃だけさせていただく。さあ来い。はい、ということで、1点 12.2 の、まあ、抜刀剣モッドになったんですけど、どうやらですね、ちょっといろいろ今、触ってみたんですよ。そしたらね、まあ、種類は、やっぱり 1点 12.2 のが圧倒的に多いんですけど、どうやら、このエフェクト？そのね、抜刀剣モッドにもね、なんかその氷が周りを回ったりとか、すごいエフェクトが出てくるんですけど、どうやら、これだと出ないみたい？出ない仕様になってるのがちょっとバグなのかわかんないんですけど、なんかこの、どうして緑のこの、これになっちゃうみたいなんですよ。だったらもしかしたらなんかいろいろあって、このモーションがちょっとアウトとかで、その、このデータ自体が消えちゃった可能性があります。なので通常通り、この、こういう感じでやっていくんですが、なんか攻撃も、でも攻撃17あるんだよね、これ。この大太刀っていう、武器があるんですから、これなんと攻撃力17です。はい。もうかなり強い。これも17だね。あ、これ、いや、一緒だった大太刀。はい。なので、この大太刀が一番強いので、攻撃速度はちょっと遅いんですけど、まあ、それでも言うて早いんですけど。で、今回、まあ、この青鬼、せっかく青鬼いるんで、青鬼と戦ってみようかなと思います。はい。だから、まあ、逃げ出さないように一応、いや、でもあれだね。クリエイティブモードからサバイバルモードにすれば必然的に襲ってくるんで、まあ、こういう感じで、4体ぐらい、こんぐらいの青鬼を倒したいと思います。多分、この子のクオリ、スペックだったら倒せる。さあ、来い！行くぞ！はい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 、どうだい？どうですか皆さん！これが、抜刀剣！もっと、チラッと、水の呼吸。はい、ということで、今回はちょっと抜刀剣モッドがね、異常なほど強いという、ことをお見せできたのかなと、はい、思います。普通にね、3発で倒せるによ、この抜刀剣も。あ、でもこっちだったらわかんない。あ、これだったら、あ、結構かかる。あ、でも強いわ。これ。これに関しては攻撃力2なんですよ。でも、攻撃速度が速すぎるので、1回で10ぐらい食らうみたいな。このスピード。このシャ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 、これですね。これめっちゃかっこいい。これ。これで相当ダメージを与えることができるので、はい。なので、もし皆さんね、やってみたい方は、まあ、抜刀剣モッド別名、スラッシュブレード。はい。っていうモッドがありますので、ぜひ皆さんやってみてください。まあ、でも、鬼滅の刃モッドでね、でも遊べると思うんですが、本当にこの、なんだろう、もう、鞘に収める感じ。まあ、1.14.4 が一番多分、この鞘に収めるシャキンって感じが味わえると思うんですけど、ぜひ使ってみてください。1.15 もあるんですよ。バージョンとしてね。な、そちらだったらさらにもっといいのかなと思うので、ちょっと今度やってみたいと思います。はい、ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、そしてベルマークよろしくお願いいたします。これ今回これできんのかな？ほい。あ、できる。超かっこいいこれ。じゃあお疲れ様、お疲れ様です。バイバイ。